皆さんこんにちは。今回は歴代モンハンシリーズに登場していた、甲殻種モンスターについて解説していきます。主に現実世界における、甲殻類をモチーフとしているモンスターですよね。飛竜とは全く異なる挙動で攻撃してくるから、なかなか難難敵なんですよね。確かに驚きな生態を持っているモンスターも、数多くいますよね。今回も楽しみにしています。では行きましょう。まずはじめに紹介するのは、盾ガニ大名ザザミです。カニというよりヤドカリですね。幼体となるヤオザミを見てみてもヤドカリに似た見た目をしているので、カニとヤドカリを足して半分にしたようなモンスターなのかもね。そしてこのヤオザミが長い年月をかけ成長すると大名ザザミになるんですよ。こんなに大きくなるんですか。ちょっと脅威の沙汰。それに背負っている大きな貝、一体どこで見つけてきたのか不思議ですね。いやいや、こんな大きな貝あるわけないじゃないですか。どういうこと。これは巨大な飛竜の頭骨なんですよ。体のデカさに伴って宿のランクもアップしとるやん。狩猟の依頼を出される個体のほとんどはモノブロスの頭骨を背負っている場合が多く、こいつはカニのくせして飛竜の中でもひときわ強大なモノブロスの頭蓋骨を宿代わりにしてしまっているんだ。モンスターの亡骸を背負うとはなんて悪趣味な。しかしモノブロスの頭骨は砂丘の岩を弾き飛ばすほど強固なので、背面を守る防具としては最適。しかも大名ザザミはその鋭い角を後方への突進や地中からの奇襲の武器としても利用しているんだ。つまり大名ザザミにとってもこれほど好条件な宿は他にないってことなんですね。そういうわけです。そしてモノブロスの頭骨は獣人族にとっても有用な素材のようで、大名ザザミの宿と気づかずに解体しようとしたアイルーの一団がトラブルに巻き込まれたなんて事例も報告されていますね。せっかく見つけた宿を解体されそうになったら、そりゃ大名ザザミも怒り狂っちゃいますよ。まあ大名ザザミ自体大型モンスターとしては珍しく、おとなしい性格のモンスターなので結果的には仲良くお散歩しているんだけどね。なんて微笑ましい絵面だ。普段も自分の気に入った場所でのんびりと過ごしている場合が多く、食事の際は砂の中にいる虫や小動物、植物等を見つけては爪でちぎって口に運んでいるようですね。小動物って人間は入らないですよね。バッチリ入りますね。いやー、ちぎらないでお次は大名ザザミの足個体、下手ガニ大名ザザミの紹介です。ちょっと待って、宿がかなりヤバくないですか。確かにひときわ目を引く宿。通常種はモノブロスでしたが、足個体では誰のものかわかりますか。この2本の角の特徴的な曲がり具合、どっからどう見ても完全にディアブロスやん。そうなんです。大名ザザミ通常種と同じく巨大な飛竜の頭骨を背負うというのは同じなんですが、足となるとディアブロスの頭骨を背負っている姿をよく確認されるようですね。ディアブロスの頭背負ってるとか、もう見た目からヤバさが伝わってくる。宿以外に体色にも大きな変化が出ていて、綺麗な青紫色の外殻は通常種から植生の違いによって変色したものなんです。なので別名は通常種と同じく盾ガニと呼ばれることもあるし、見た目の色から下手ガニと呼ばれることもあるみたいですね。足とは言っても中身はほぼ一緒なのか。なんだ安心安心。呼び方は確かに変わらないけど、実は中身は一緒ではないんですよ。どういうこと。通常種みたいに見た目は激しそうだけど、実はおとなしくて普段は自分の気に入っている場所でのんびりと過ごしているんじゃないんですか。足個体は穏やかな性格の通常種とは真逆に、かなり攻撃的な性格をしていて、泡のブレスの射程が長くなっていたり、外角や爪は砦のごとき強度にまで上昇していたり、運動能力についても通常種以上に機敏な動きを見せていたりと、より攻撃的な特徴を持っているんです。思ったよりヤバいやつだった。めちゃくちゃ怖いんですけど。しかも鉢合わせた通常種とは戦闘を繰り広げる姿が目撃された例もあるようで、戦闘能力だけでなく性格も獰猛になっているので、生半可な気持ちで狩猟に行けば爪でちぎって口に運ばれバリバリと。いやー、やっぱりちぎらないでー。次に紹介するのはカマガニ将軍ギザミです。こっちはなんだかスタイリッシュなヤドカリですね。大きなカマが目につきます。そうですね、この長く鋭く発達した爪は将軍ギザミの特徴的な部分でもあり、甲殻種ながらに主な生息地は火山や沼地。自ら過酷な環境に身を置くなんてストイックなカニですな。先ほど紹介した大名ザザミたちとは混縁種とされていて、ヤオザミの生態が大名ザザミなのに対し、将軍ギザミはガミザミが成長した姿なんですよ。ああ、これまた物騒な宿を持ってるじゃないですか。将軍ギザミも飛竜種の頭蓋骨を背負っている場合が多くて、その中でも一番よく知られているのはグラビモスの頭骨。これ、グラビモスだったんですね。なんか
重そう。ただ、大名座みのように、特定の宿に固執することはなくて、個体によっていくつかの種類があるんですよ。グラビモス以外には、どんな宿を背負った姿が目撃されているんですか？元の形がわからないほどに風化した頭骨や、巨大な巻貝を宿としている場合もあるみたいですね。しかも宿を破壊されると、即座に戦線を離脱して、新しい宿を付け直すということもするようなんです。ええ、せっかく壊してもまた付け直すの？面倒くさいやつ。将軍ギザミは防御本能が高いですからね。ちなみに性質は比較的おとなしくて、大名ザザミのように、自分の気に入った場所で、のんびりと過ごしていることが多いんですよ。ってことは、もしかしてそこまで強くない？それはちょっと違いますね。もし将軍ギザミを怒らせてしまったら、性質もかなり凶暴になり、相手が絶命するまでその釜を振るい、ひたすら切り刻むという一面も持ち合わせているため、危険なモンスターではありますよ。いやいや、サイコパスすぎ。しかも奇襲を先行して、相手の足元から奇襲を仕掛けることもあるようで、大名ザザミの奇襲が、宿に生えた角を使った突き上げ攻撃なのに対して、将軍ギザミはその鋭利な釜と頭部を使って切りつけてくるんです。まさかの切り裂き魔？続いては、将軍ギザミの足個体の紹介です。あ、赤い。こちらは、主に火山地帯に生息していたことで、神らしく茹で上がってしまった、わけではなく、大名ザザミのように、植生の違いで赤く変色した個体なんですよ。びっくりした。でも背負っている宿は同じなのかな？変化が微妙すぎてわかりづらいですが、一応足個体となると、宿もマイナーチェンジして、グラビモス足の頭蓋骨を背負っています。わかりづらい。ちなみに、将軍ギザミも足個体となると、通常種に比べて攻撃的になり、外敵とおぼしき生物には、自ら喧嘩をふっかけに行くスタイル。怖。外敵って思われないように行動しなきゃ。そして、当然戦闘能力も高くなっていて、特に頭骨を介して腹から撃つ水流弾は強力で、G 級ハンターでなければ、狩猟が認められない特別な個体でもあるんですよ。相当厄介そうです。そんな将軍ギザミ亜種ですが、実は食べることができるんですよ。ええ？美味しいんですか？肉は独特の風味らしいですが、どうやら悪食とされているようですね。そのため、市場に出回ることは滅多にないみたいですが、もし食べたい場合は、顔を隠して偽名で依頼するのがマナーだとされているため、どうしても食べたかったら、きちんと手順を踏みましょうね。そこまでして食べたくないかも。次に紹介するのは、トリデガニ・チェンガオレンです。いやいやいや、デカすぎ。何ですかこれ。現存する甲殻種の中では最大サイズ。というか、他の種族のモンスターと比べてみても、かなり大型に分類され、長い寿命の中で脱皮を繰り返していくことで、ここまで成長していくんです。こいつの脱皮となると、かなりの量の皮が落ちてきそう。それにしても、一体どのくらいの大きさがあるんですか？体高は足を曲げていてもおよそ20メートル。完全に足を伸ばし、立ち上がった場合には、なんと30メートルを優に超えると言われていますね。つまり、同じ甲殻種に属する大名ザザミや、将軍ギザミなどは愚か。波いる飛竜や海竜などとさえも比較にならないほどの巨体を有する超大型モンスターとなります。神のくせしてこんなに大きいなんて。もし暴れでもしたら大変なことになっちゃう。実際に生態やその脅威から固有級の危険性を持つ生物とされていて、チェンガオレンが町や砦に近づいてきた際には固有と同じ非常事態宣言を発令して主連のハンターを派遣し迎撃態勢を取るようですよ。全長30メートルの神が向かってくるなんてマジで怖すぎます。そんなチェンガオレンの巨体から繰り出される攻撃は、どれもかなり強力で、ハサミの一撃は、金属を紙のようにたやすく切ってしまうほどだと言われ、背中から放たれる強酸性の硫酸弾は、はるか数百メートル先まで届かせるという広い射程と、鎧とそれを着込んだ人間を、一瞬で溶かしてしまう驚異的な威力も持っています。鎧ごと溶かされるなんて怖すぎ。あれ？そういえばこいつも宿をしてるね。この図体でも一応、大名ザザミや将軍ギザミと同じ甲殻種だしね。実は、ちゃんとモンスターの頭骨を背負っているんですよ。この大きさを超えるモンスターなんていたっけか。ラオシャンロンの頭骨ですね。なるほど、その手があったか。全長にして約70メートルもあるラオシャンロンなので、頭だけでもかなりのデカさを誇っていて、そんなラオシャンロンの頭骨を背負うだけあり、チェンガオレンの縄張り意識はかなり強く、邪魔なものを見つけた際には率先して破壊行動を取り、排除しようとする攻撃的な特性を持っていて、そのため周辺に甚大な被害を及ぼすことも少なくないようですね。うわぁ、なんて迷惑なやつなんだ。見かけによらず、かなり危険性を持っている理由がわかりました。そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。
では最後までご視聴いただきありがとうございました。